どうもショペです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕が2015年の4月に一発目の断捨離をしました。でそれからはミニマリズムなライフスタイルっていうのを送り続けています。そう、今回この動画を見ている人で、まあ、ちょっとこうミニマリズムな興味があるとか、ミニマリストになりたい人だったり、あとはミニマリストなりたてですみたいな人がいたらですね、今回の動画参考になるかなと思いますので、はい、それをシェアしていこうと思います。はい、タイトル言ってなかったですね。今回はミニマリズムなライフスタイルをやって僕がですね感じたデメリットっていうのをちょっとシェアしてみたいと思います。でまた完璧にまとめましたのでこれ見ながらシェアしていきますね。でまず一つ目なんですけども、これでいいやって満足してしまうっていうことなんです。で、まあ、この動画見てくれている人は、ショペさんと樽を知るっていう言葉知らないんですかっていう人いると思います。でその樽を知るっていう言葉は僕ももちろん知ってますし、その十分にあるっていうふうに思うっていうことはすごく大事なことだと思うんです。身軽になったりとかストレスから解放されたりとかっていうのはすごい大事だと思うんです。ただ僕が言いたいのは、その、まあ、これでいいやが行き過ぎて満足してしまって向上心がなくなっちゃうっていうことなんです。どういうことかっていうと、その僕が2014年の11月ですね、会社を辞めて起業した時っていうのは、もう年収1000万になってやるとか、世界中を身軽に旅行しまくってやるとかですね、そういう仲間を増やすとかって、やっぱそういう夢とか希望を胸に起業するわけなんですけども、ミニマリズムなライフスタイルを送るようになって、マジで月10万円あれば十分に生きていけるよと、いうふうになった時にですね、なんかまあこれでいっかみたいな感じになっちゃったんですよね。そうで、まあ向上心もなくなっちゃって、まあ日々ひたすらこう、なんでしょう、自分のペースでのんびり生きるみたいな感じになっちゃったんです。あ、これでいいやっていうふうに、まあその時はその時思ってましたけども、ただそれをじゃあ5年続けたら自分の人生ってどうなってるんですかっていうのを考えた時に、あ、このままじゃまずいっていうのは思いました。そう、まあ、なんでかって言ったら、その自分がその当時起業した時のその夢というか野心というか、そういうのが全然叶わないんじゃないか、それに近づけないんじゃないかって思ったので、あ、現状に満足してたらまずいなって思ったわけなんです。そうなので、別になんかこの、なんでしょう、ミニマリズムなライフスタイルを送るようになって現状に満足しちゃダメだよって言ってるわけじゃなくて、そう、ただその初心というか夢というか本当にやりたいことは何かっていうのを見失っちゃうのは良くないよっていうことなので、そうなので、まあそれからですね、僕はミニマリズムなライフスタイルを送りながらも、本当はこうなりたいこうなりたいっていうのはもうひたすらノートに書きまくってましたね。そうなので2020年に向けても、そう、目標を書いてるんですけども、そんな感じで、そのこれでいいやって満足しちゃって向上心がなくなっちゃうっていうのが、まあなんか向上心がなくなっちゃうパターンもあるみたいな、なんていうんでしょう、ちょっと表現難しいですけども、そういう場合は、デメリットになるかなって思います。で次に2つ目です。2つ目はエスカレートしちゃうっていうことなんです。そう、どういうことかっていうと、僕が一発目断捨離をした時に人間関係面でも良くなりましたし、経済面、お金面でもなんか貯金ができるようになったし、不思議と仕事もすごくいい結果が出るようになったんです。で、まあ、当時はもう本当不思議でしょうがなかったです。物捨てて断捨離するだけで人間関係も仕事も経済面も良くなる、こんないい方法ないじゃないかみたいな、楽だみたいな思ってたんです。なので、じゃあもっと捨てたらもっと良くなるんじゃないかなって思っちゃったんです。まあ、当時、なんでしょう、もう部屋の家の中の8割のものを全部捨てたわけなんですけども、じゃあもう本当に全部捨ててやろうと思ってなんかそこからもうこれもいらないあれもいらないとかっていうのを、まあ、さらに捨ててたわけなんです。で、まあ、それで、まあ、どん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 いい方向に行くわけです。その人間関係も仕事もお金面もどん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 いい方向に行ったんです。でそしたら、じゃあ、まあ、僕がすごくいい体験をしたから、これは他の人に言わない手はないなと思って、その家族だったりにもうどんどん、いや、もっと捨てた方がいいよ、捨てた方がいいよとかってどんどんこう言ってたんです。そしたら、まあすごいドン引きされましたね。もうただただ、あいつはなんか変な宗教入ったんかというのを家族の間でちょっと変な噂になりまして、そうっていうのがあったりとかですね、まあ、そういう意味のエスカレートっていうのもあります。
あとは一回こうミニマリズムなライフスタイルを送るようになったらですね、なんかこうじゃあ次一日一食やってみようかとかですね、ビーガンになってみようかみたいな感じで、なんかそっちの方のエスカレートってのもあるんですよ。なんかちょっとうまい表現が見つからないんですけども、そう、なんかそういう極限状態まで自分を追い込もうみたいな、そういうストイックじゃないですけど、そういった感じのエスカレートっていうのもありましたね。そう、別にこれ共感しなくても全然いいんですけども、なっちゃう人はなっちゃうと思います。全然なんかうまい具合にそのなんか生活を整えるだけ、その目的にミニマリズムになってますっていう人がいるのであれば全然いいんですけども、そう、ただなんか一発目断捨離してもう人間関係、仕事面、経済面が良くなるっていう、その衝撃はやっぱり受けると思いますんで、僕はすごい受けたんですよね。うわーすごい、なんていいんだみたいな思ったので、じゃあもっといろいろやってみようみたいな、なんかもう仙人になってやろうみたいな感じでやっぱ思う時はありましたね。でも僕はもう先ほどの話に戻りますけども、そのなんか世界中を仲間と一緒に身軽に旅したいっていうふうに思ったわけなんで、そう、そこに別にビーガンになったから別にそこに行くとか、一日一食やったからそこに行くっていうのは別に関係ないので、そう、なんかふとした瞬間にそういうのはやめていきましたけどもそういった感じで、そのエスカレートしちゃうっていうのは、なんかエスカレートしすぎて本来の目的を見失っちゃうっていうのはデメリットなのかなって思いました。で、3つ目なんですけども、おもてなし道具に困るというか、そういうのがあるんです。どういうことかっていうと、例えば昨日ですね、この動画撮影している昨日にゲストの方がちょっと来てくれたんですよ、うちに。でその時にこのスリッパ、あーちょっとゲスト分ないなーって思ったりとか、あとは食事をする時なんかもコップがあるんですけども、コップをこうやって 1,2 ってガラスコップ、はい、これもう3つ目ないんですよ3つ目になったらこういうちょっとマグカップを出して統一感がなくなっちゃったりとかですねまあしたので、そう、こういうおもてなし、ゲストが来た時にそのおもてなし道具どうするみたいなのはすごいちょっとこう頭をなんか使うというか、工夫を凝らすというか、そういうのが必要ありました。そうで、4つ目なんですけども、こだわりが強くなりすぎて逆に出費が増える時があるっていうことなんです。どういうことかっていうと、例えば僕こう今趣味としてですね、こうカメラを撮るのが好きなんですよ。カメラを撮るってなんだろう、カメラで撮るのが好きなんですよ。なので、なんかもっといい絵撮りたいなとか、なんかもうこういう絵が撮りたいなとか、背景ぼかしたいなみたいになると、まあ、それ相応のレンズだったり、あとはボディというのが必要になるわけです。テンプレ補正がどうたらみたいな、そうでこだわり始めちゃうともう止まんないっていうのがありますね。そう、まあ、持ってるものはこだわりたいので、なのでなんか違うと思ったらすぐ手放してまた新しいもの交換したりとかするので、そう、もうこのカメラも何回変えたかっていう感じですよね。で、まあ、それはもう本当このカメラを今のカメラにするためにもう何百万以上はもう少なくとも使っちゃっているので、そう、まあ、カメラを変えてなんかそのそうか、うん、そうカメラを変えたとしてもこうやって喋りを噛み倒しちゃったりとかしたら全然意味がなくなっちゃうので、そう動画で大事なのはその内容の構成だったり喋り手だったりとか、まあ、いろいろあるので、カメラだけじゃないんですけども、ただやっぱその自分が持っているワクワクするもの、あとはこのカメラで撮りたいって思うものをこう追求しようと思ったら、やっぱそれ相応にですね、こうなんか買ってはいや違うと思って、うん、で買ってはいや違うと思って、なんかいろいろ繰り返しました。そうで、それで100万円ぐらいはまあ使っちゃったかなっていう感じですね。でもう今回今この撮影しているカメラでもうバチッと2020年はもう行くって決めましたんで、 そこはもうこれにフォーカス、もうやっと見つけましたということで、その2020年も買えません。でもやっぱそう、今のカメラセットアップにたどり着くまでにはやっぱ、うん、やっぱこだわり行ったり来たりしましたので、そういう逆にこだわりが強くなっちゃうっていうのはありますね。そう、少ないもので囲まれているので、その囲まれているものはちゃんと自分がワクワクするものだったり、自分がその気持ちよくなるというか、うん、そういうアイテムで囲まれたいと思った時はやっぱ最初はこうなんか、まあ、一発目で見つからないんで、なんかあれもこれも、うん、違うとか言ってなんかやったりするので、まあ、最初のうちは出費が増えると思います。
はい、ということで4つシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、でこうやって4つデメリットをシェアしたんですけども、結局は自分が本当に何がしたいのかだったり、なんかこうこう行きたいとかこうありたいみたいな、そう本当のこう目標っていうか、ここに目指したいですみたいなのがあれば、その向上心がなくなっちゃうこともないですし、そのものをコロ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 変えたりっていうこともないと思うんです。まあ、ものが好きであれば全然変えてもらってもいいと思うんですけど、その何のためにこのものを買うのかとか、そういうのもその目標がバシッと決まってれば、そのための達成するかしないか、関係するかしないかっていうので買う買わないというのは選べると思いますし、そうなので、まあその本当に自分が何をしたいのかっていうのを明確にする、その断捨離をした後っていうのは、このメントレでこう本当のこう夢を発見してもらったりとか、自分が本当に何が好きなのかっていうのをこう発見してもらうっていうことがすごい大事になってくるかなって思います。はい、そういう感じですね。まあ、でなんか最後なんか綺麗にまとめてみましたけども、まあ、でもそれも僕はそのデメリットというか、その向上心がなくなっちゃった時に、あれこのままじゃなんか違うなと、じゃあ本当は自分何がしたいんだっけって思ってこうメントリして、あそうそう俺はこれがしたかったんだ、それを達成するためのものをこう取り入れていこうとかっていうのをやれたわけなんで、そんな感じですね。なんで僕もまあ最初は気づかなかったですけども、まあ、この動画を見てくれている人で、そのミニマリストになりたてですとか、これからなろうとしますとかっていう人もいると思うので、そういう人がなんか現状に満足してしまって、なんか月10万円以下で生きてる俺すげえみたいな、なんかそういう感じになってほしくはないので、それよりもやっぱ好きなことで、なんかガン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 こう突き進んでほしいなっていう気持ちがあるので、そう、まあ、今回これで動画をシェアさせてもらいました。はい、ということで、まあ、今回の動画ちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちなみにこれは昨日遊びに来てくれた方からいただいたんですけども、めっちゃおしゃれですよね。なんか見てて癒されます。そうっていうのと、やっぱこの遊びに来てくれるっていうのはすごく嬉しいです。まあもちろん誰でもいいってわけじゃないですけども、まあなんかこう何でしょう、人の気が溢れる部屋になってくれてるっていうのはすごく嬉しいです。前はただただ殺風景だったんでそうなので、まあこれからもですね、こういろんな人に遊びに来てもらいながら、こう活気ある部屋にしたらいいな、できたらいいなって思ってます。そう、それプラスやっぱりこう自分も世界中でオフ会したい、身軽にオフ会したいっていうのがあるので、そう、まあ、それに向かってどんどんフォーカスしていきます。